万願寺は、東京都世田谷区とどろきにある新言州地山派の仏教寺院。伝承によれば、平安時代末期の創建とされる。文明2年、平氏の祈願寺として、世田谷城の出城、うさぎ、旅城に再興され、中高海山は、帝坂江尾と伝わる。総本山での機能を有した、情報団臨書である。天文年間に、深沢のうさぎ、 旅城から現在地に移転された。江戸時代になると御朱印字寺領13国を与えられた。この時それまでの三考伊王参を現在の松室渡山と改め、本尊を薬師如来から金剛界大日如来とした。日本三大地蔵と言われた万願寺の一言地蔵尊は行動に安置され一言祈願すると願いが叶うという。指定文化財の絵巻も所蔵され、 書のマンダラ世界を展示している。ルリコインがあり、四季の花々を楽しめる。松林市の山門を入れば、本堂を正面に右手にくり、左手に行動がある。本堂右奥の池には1990年落成の大塔が立つ。とどろき不動村の山門とどろき不動村の拝殿別院に、関東36不動村霊場の第17番である、とどろき不動村がある。 正式名称は、滝とどろき山妙王院。本尊は、不動妙王。寺に残る言い伝えによれば、不動像は1300年前の作で、そして800年前に、公共大使が夢を見て、武蔵国に不動妙王像を安置する場所を探し続け、当時の豊富な水量を流す当地の滝を見て、霊地と悟り、この地に不動堂を創建したのが始まりであると言われている。 本堂は江戸時代末期の建築で、廃殿は1952年に、山門は1968年に、万願寺より移築したものである。東府道村には隣接して、轟き渓谷があり、23区内では貴重な自然湧水による滝や豊かな動植物が見られるスポットになっている。また、茶屋や休憩どころもある。ありがとうございます。